こんにちは、しゅんみんです、本日2月の11日です。今ここ大阪空港なんですが、今からですね、大阪空港から明石に、向かいたいと思っております。で、その道中ですね、できたらそのスマとかのですね、キラキラした海とかですね、ちょっと動画に撮ってですね、お届けできればと思っております。道オタ企画第3弾ですね、今回。ということで、よろしくお願いします。それでは行ってきまーす。ヒュー。はい、空港出ました。今からですね、171に入ってですね、まずは西宮を目指したいと思ってます。今回もずっと下道で行きます。2号線とクロスしてる地点ですね。ここで曲がってもいいんですけど、やっぱり43号線が早いと思うんで、43号線まで行きます。動きました。阪神西宮駅前でございます。そういえば恵比寿さん来てましたね、今年1月に。一応恵比寿さんがあるところでございます。西宮恵比寿といえば、恵比寿神社の総本山と言われている神社でございます。他何があるのかな、まあ近くに甲子園球場がありますね。そういったところでございます。今日は甲子園球場の前は通りませんが、近くに阪神タイガースの拠点である甲子園球場があると。おっと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 、そこで曲がるんかい。じゃあ43号線を曲がります。だいぶ並んでますね。いけるのか、いけるのか、いけるのか。早めた。はい、青になったんでスタートします。対向車があるんでね、気をつけて右折したいと思います。神戸はやっぱりこう海と町が近いという、すごくそういう意味ではいいロケーションと言えるんじゃないでしょうか。はい、この辺が阪神高速上、阪神淡路大震災の時に全部倒壊してたところら辺ですね。
こう遠くの方に六甲山が見えてですね、とても綺麗な感じですね。いいですね。はい、横に走ってるのはこれ阪神電車ですね。43号線もめちゃめちゃ空いてる感じで、いい感じで走れてます。はい、今日は快適ですね。43号線も全然混んでなくって、いい感じで車が流れております。渋滞してます。あと 1.3 キロぐらいです。